ワンでコーヒーね、ギフト券みたいな嬉しいですね。ゲットできたら嬉しいなと思っています。こんばんはです。買い物行ってきたよ、ちゃんと。もう冷蔵庫入んないんだけど、野菜となんかもろもろで、なんかうちにあるミニ冷蔵庫がもう限界を迎えていて、あの体健やかちゃ全部出して常温で今置いてあります業者かな、買いすぎ、極端、ほんとそれ。調味料はあの欲しかったやつは買ってきた。コンソメとかなんか本だしとか鶏ガラとか、あと鰹節とか、あと昆布とか、そうね、そうな、昆布で今度出しとろうかなと思って急にどうしたって感じだよね。いや、これ全部ダイエットのためなんですよ。これ全てダイエットデトックスのために考えているのであれなんですけど、あの今までマジで料理と無縁だった私がダイエットを機にまた料理をし始めるというね。頑張ろう日本。そんな買ったんだ、大変だったね。うん、大変だった、重い重かったけど、でもこれで無駄なもの食べないようにしてバランスよく痩せていきたい。小次郎さんありがとね、オーナメント吊るし馬ちゃん。持って帰るのはまあ仕方ないよね、大変だから激重だから。あとあれですね、私の好きなあの白味噌を買ってきた。味噌がなんかすっごい食べたくて、今味噌汁もそうなんだけど味噌が食べたくて、うん、味噌を買ってきましたケンリョウジャパン頑張りましょうね。味噌を直で、直で、うーん、でもねマジでね、あの白米と味噌マジで食べるぐらい味噌好きで、はい、味噌大好きなの。あ、名古屋人カンキーって書いてある。え、マジで本当に私名古屋が好きな理由はその味噌の料理が充実してるからっていうのすごいあって、本当に大好きだよ。うんうん、きゅうりとかにつけて食べたりするのかと思った。あー、まあね、でもまあ味噌が好きなんだよ。うちなんか実家もずっと山吹っていうあの白味噌スーパーで売ってるやつあるじゃん、あれさ家でストックしてたから、なんかもう味があれが味噌、あれこそが私の中の味噌みたいな感じなんだけど、そう、その白味噌が好きなの。なんか同じの買ってきた味噌の焼きおにぎり好きだってめっちゃわかる、大好き大好き赤味噌も大好き、てか味噌が好き、そう、どっちも好きだけど白がやっぱ実家の味ってさ、なんかもう慣れだから変わんなくない？実家の味が一番好きじゃない？そうそう、やっぱりだからやっぱ、うん、それが好きだけど、でも赤味噌も好き、うんね、美味しいよなお味噌汁とか、味噌大好きだわ浴槽から出ようと思ったら配信が始まって指ふにゅふにゅ確定しました。かわいそう、いいよ出な出なだってあと30分かかるよふやふや味噌汁になっちゃうカレーとかもそうだけど、やっぱ実家の味ってあるよね。ね、やっぱそれで育つとそれがいいなって思っちゃうよね。卵焼きが一番言うよね。そう、うん、砂糖系とかさあるじゃん、しょっぱいのと甘いのみたいな、
味噌は韓国語で笑顔。あ、そうなんだ。じゃあ私笑顔が好きってずっと言ってる。こんばんは。味噌カツ食べたい。美味しいよね。大好きです味噌カツも。この前もクロミちゃんのタンブラー使ってるの見たけど、クロミちゃんのファンなのかな。ファンっていうか、まあ、サンリオの中で言ったらクロミが好きだよっていう感じなんだけど、そう、なんかこれのステンレスタンブラーみたいな、中が冷たいあったかい常に保ちますようなやつが、これとあとマグカップ型っていうのかな、蓋がついててこう持ち手があるやつと2種類は持ってるんだけど、どっちもいただき物で、その手持ちの方はお茶を入れる時とか、そうほうじ茶とかコーヒーとか入れる時はそっちで飲んでるんだけど、今水をガブ飲みしたいので、こう大きい方が私は水をガブガブ飲むから、これはよく使ってるね。テーブルの上に常にあるのはこのデカサイズなんだけど、そう何かを入れる時は他のちっちゃいのとかマグカップとか使ってるよっていう感じ。そうガブ飲み用です。そうね、大丸のコラボってチャケの生写真もあるよね。だって前回のってこと？夏のやつ？夏はあったよ。あったあった。青髪のなんか紫のなんか印象のやつ。あ、年始？知らん知らん。年始にあるの？知らんよその話。私初めて聞いたけど。本当に言ってる？1月の？それいないんじゃないの？私知らないってことは。いるの？ほこりついてた。いるの？いるの？何の写真それ？何の？どれ？どこ？どれ？あ、これ。へえ、ほんとじゃん。 AKB 夏祭り大賞典の公表を受けて、2024初売りで AKB グッズが発売。1月3日から1月9日の期間、大丸東京店11階特設スペースにて発売販売です。詳しくはこちらって書いてある。知らない。いるのいないのどっちなの？え、かわいいトートバッグ。ちょっとお高めだけど、ちょっとお高めだけど、生地が衣装のやつなんだ。それはやばい、それはやばいって。 AKB の衣装に使用された生地がまんまグッズになってんのやばいし、それもアウトドアプロダクツコラボ商品、これえぐいな。欲しい。かわいい。ポーチかわいい。キーホルダーかわいい。ポーチかわいい。いいな。キーホルダーもかわいすぎじゃない？あ、撮った撮った、この写真撮りました。あ、これ撮った撮った、これ言われた、なんかいつだかちょっと前に撮影した時に、なんか大丸さんとコラボがあってみたいな、それでこの周りにイラストが入る感じになるから、こういうイメージでポーズ撮って写真撮ってねって言われた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 。知ってた。あ、それまだ半袖は着てた時期じゃない？だから記憶障害出てた今。すごいんだけど、また雪が降り
続けてありがとう、だちさん嬉しい、ありがとうございます。途中途中むせかったよ、これありがとうございます。あーそう、これ撮った撮った、かわいいよねこれ。へえへえじゃないのよ。1500円だ。お一人様各メンバー3セット合計10セットまでだって。まあまあ、いや仕方ないね。なるほどね。へん、え、これかわいいね。これめっちゃいいね。これいいね。今回のもいいね。大丸さんで出る生写真もチェリコさんっていう方、イラストレーターさん、アーティストさんがコラボしてイラスト描いてくださっているわけなんですけど、これの写真も可愛いし、 AKB とアウトドアのあのコラボグッズも可愛いしね。てか衣装の生地を使ってるのがいいね。なんか衣装っぽいとか衣装のデザインのじゃなくて、もう衣装のだもんね。これはぽいじゃなくて本物ですか、実質衣装の持ち歩きですよ。これいいね、これすごくいいね。へえ、私これいつ撮ったんだろうね、この写真。遡ってみるわ。私のその生写真のビジュアル確認金髪だった気がする、この時。あ、これだこれだ、これですこれです、はいはい、覚えありあ、9月の頭に写真撮ってた、そりゃ忘れてるわそれやばい、さすがに。うん、仕方なかった。こんな感じ。髪短いね、ほら首真ん中ぐらいだ、こんぐらい。ね、いい感じじゃない、楽しみだね。これね、僕のスキンナン最強ツインテールの衣装だと思います。矢作の矢作ちゃんのだと思うよ。短いのも今も可愛い。ほんと髪伸びたからね、なんかどっちがいいんだろうなとは思うけど、とりあえず伸ばしてるね今は。うん、そうそう、こんばんは、こんばんは。963日連続配信ありがとうございます。黒みやん確かに963黒みやん。オンラインでは買えないのね。ね、オンラインで買えるようにしてほしいよね。とか受注でいいわびっくりだったよねえ。あなたって面白い人ってコメントされてる。面白い人、本当に嬉しい面白い人やった、本当面白い人やったね黒み963日記念日でさ、それわからない時にさ、クロミのタンブラーからクロミちゃんの話してたの面白いね。ね、
部屋ね乾燥してる。 39% だって湿度。さっきまで44ぐらいあったんだけど、あれ窓開けて換気して加湿器止めてたら下がっちゃった。だってジャパニーズコメディアンって言わないで、私コメディアンじゃないんだけど、あれオーマイガー。あー待って、伝わっちゃうから、私の話してる言葉より先にジャパニーズコメディアンが伝わっちゃうよって。てかダッチさん、ほんとずっと雪降らしてくれてありがとうございます。すごいね、ずっと降ってる、ありがとう。積雪今日で5センチ。昨日 2,3 センチかな。塩サウナって私行ったことない。塩塗り込んだことないけど痛そうだね。明日からまた寒いの？私からしたら毎日寒いよ。地下鉄なの？あ、今乗ってるの？笑っちゃう？本当に笑ってこう。あるよね、なんかさ YouTube とかそういう動画だったり、なんかそういうショート動画とかそういうのでもさ、電車の中で急におもろいの来たら困るよね。わかるわ。あ、すごい、もう23万7008ポイントだった。ありがとうございます。もうすぐ25万ポイント、すごい、ありがとう。でも15位になってる、やばいんだけど。私寒がりサンタクロースになってしまうよこのままだったら。すごい、ありがとう。私もう寒がりサンタクロースです。ありがとうございます。やったー、金土大雪警報。本当にそれやばいね。意地でも行くけど、張ってでも来てください。雪の中張ってでも。錦糸町の駅からサウナを発見したってこと？駅中にあるのサウナが？分かんない、知らないな。雪積もったら京王線終わるかもしれない。え、確かに。でもそしたら多分握手会自体が終わると思う。誰も来れないと思うよね。えこんばんは、どうも。待って、大雪マジ。ワイも張ってでも行かなきゃ。みんな張ってでも来てください。すごい、たくさんプレゼントをみんなありがとうございます。無料でもらえるプレゼントはチャレンジからゲットできるので、ぜひまだゲットしてない方はなんかホームの画面の左側サボン線みたいなところから行ってもらって、チャレンジからプレゼント持ってきてください。大雪の時は握手会中止だと思う。まあでも関東は降らない的なことだよね多分ね。そういうことだよね多分。関東は鬼寒いけど雪までは降らなくて、ただ単に動くのがめんどくさいなってみんなが思って、こたつから出たくないなって思ってしまう天気になるってことだよね多分。別にメンバーも行けるし全然余裕、みんな行けるんだけど、みんな全然行けるんだけど寒くて嫌だなっていうだけって。絶対そう。あ、ペンスさん700回目の訪問だって、ありがとう。いつも来てくれてありがとうございます。700回だ、イエーイ、おめでとう。最高。鮭の喉は大丈夫なんだけど寒い。話になってない。はい、鮭の喉は大丈夫です。大丈夫なんですけど寒いです。明後日は公演なので、そろそろ明後日の元のポジションの
復習をしないとなって思いつつ、ゆっくりしたり勉強したりいろんなことに追われてたら、なんか2日前になっちゃって、もう日付変わって1日前になっちゃうので、勉強もやりつつ、やることやりつつ、復習もしつつ頑張ります。そう、あさってドラさん揃うからね、チャキユザーターン。なんかチーム A ってまた行っちゃいそうだけど、チーム A のドラさんってやりそう、そこが揃うのね。うん、知人がサウナスパ健康アドバイザー取る。あ、本当、私も持ってるよそれ。サウナスパ健康アドバイザーはまあ自己満資格みたいなやつだけど持ってるとなんかサウナーとして幸せな気持ちになれるっていう資格です。まあでも一部の施設で割引が効いたりするっていうのはあるよ。そうね、結構難しいですかに関しては鬼簡単ですね。勉強しなくてもサウナーだったら答えられる問題がたくさん出てくるんだけど、それでも届いたテキストを読み込んでみると、なんかフィンランドでのサウナの歴史だったりとか、なんかいろんなサウナのタイプだったりとか、結局サウナスパ健康アドバイザーなので、その健康に関する知識が増えたり、なんか腰が痛いだとか肩が痛いだとかって言った時に押すべきツボだったり入浴法だったりとか、そういうのが詳しく書いてあるので、自分の生活が豊かになります。そう、それがいいなって思いますね。そうそうそう、にしてはチャキいつも体ボロボロで草ね、多分なんだけど、私マジで最近思うんだけど、多分本当に大竹ひとみが活動できる限界の体力と、なんていうのかな、このから体のてか大竹ひとみのポテンシャルと多分行動活動量が合ってないんだなって思う。そう、活動限界なんだと思う。そうそうそう、絶対そう。多分ね、私人よりさ、多分24歳の人並みより低いんよ、多分活動限界迎えるまでのエネルギーがね少ないんだと思う。だから知識いろいろ持ってたり、リラックスする方法もいろいろ知ってるんだけど、それ以上に頭と体使ってパターンってなる。最近感じたそれ。ありがとう、フェンスさんもたくさん雪を降らせてくれて、積雪10センチです、ありがとうございます。いやマジでね、燃費悪いと思う。でもどうだろうね、食べもしないからの燃費がいいんだか悪いんだか分かんないけど、でも最近さ、ちゃんとね自分の体重とかいろいろ測っていい体重計買い直して測ってたら、基礎代謝が低くてびっくりした。1090キロカロリーとかしかなくて、低いですって言われた。そう、測ってるや記録の方から低いって言われた。そう、でもこれ多分結構自分運動習慣化してるし、体を温めてるし、そのなんていうの、自分の中では代謝が良くなることをしてる上で1090カロリーしか基礎代謝がないの、低いよね。超超超低燃費体質だよね。そう、低燃費、
そうなの。なんだっけな、あとね、いろいろ記録してんだけどさ、鬼低い。でも体脂肪率も低いんよな。あ、私さ、体脂肪率さ、なんか春頃になんか 20% 切りたいみたいなこと言ってたと思う、筋トレしてた頃にね。であの時 23%24% とかをこうふらついてたんだけど、やっとね、あれ 21.6% までなった。そう、もう多分 20% 以下になっちゃう。体脂肪率めっちゃ下がった。そう、頑張ってるよね。そう、でも基礎代謝がそんなんだから、だ、私合ってる、いろ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 と合ってないんだけど大丈夫みたいな。そうおかしいよね、上乗せ代謝って初めて聞いたけどね。筋肉量もね、増やしてるよ。うん、そう、おかしいな、こうやってちゃんと見てるんだけど、おかしいんだよな。まあでもそうだね、逆に上乗せ代謝を頑張ってる分、上乗せ食欲いったら終わるってことだよね。気をつけます。確かにね、食べてるものとかも代謝上がるもの食べてるイメージない。でも逆にこれ気をつけてなかったら私線切っちゃうんじゃない、基礎代謝、基礎なんちゃらカロリー、そう、基礎代謝で合ってるのか、1000キロカロリー切っちゃうんじゃない、今より代謝が良くならない生活にしたら。え、マジでそういうことじゃない、だって今こんだけやって1090でやばすぎでしょね。でもさ、その上でさ、私さ、体内年齢さ17歳だからさ、いろいろ終わってる。大丈夫、24歳成人女性。平熱は 35.8 とか9とか、36いくことはあんまないです。そうだから体温も上げたくて頑張ってる。でも最近36度いくこと増えてきた。うん、よかった。一時期 5.6 とかの時あって、生きてるって思ってたの。それこそ高校生の時とか中高の時とかはもうずっと6度いかない、冷たいみたいな感じだったんだけど、最近6度近くなってきて、だからこそなんか7度南部とかになってくると体調悪くなるね。それが低すぎる、やばい、低いらしい。そうなんだ。そうなんですよね、朝起きるの辛いですね、確かに。だからその冷え性対策で漢方飲んだりとか、あとは体温めるために毎日湯船に浸かって、なんかなんだろう、お風呂上がりは体温を高められる重炭酸のタブレット入れて入ったりとか、朝は白湯飲んで、あの冷たくしないようにとか頑張ってるんですけど、ピョーピーまあまあ、だから
無理せず栄養を取りつつ運動しつつで頑張っていきます。代謝上げるにはみたいなの調べてみたらちゃけちゃんほぼ全部やってる。え、でしょ、そうなの、私世間で言われてるそれ系ほぼやってるはずなの。それでこれでも人生で多分今一番健康状態はいいはずで、小中高ともうほんと毎週必ず1回以上は保健室にお世話になるぐらい頭痛くなったりとか、そういうなんか、うん、なんていうの、心が病むって意味じゃなくてガチの体が病みがちな人だったんで、それを考えると最近ロキソニンとかあんま飲んでないし、そう、そういう意味で言ったら今が一番健康状態いいはずなんだけど、一般的に人並みかと言われたら違うらしい。そうそう。確かにチー牛の大盛りを食べたら1100キロカロリーとかだから、これも1日で体脂しきらんのよ。そうなんだから、食べらんないのよ本当だったらね。プラス走んないと。ね、運動頑張りましょうこれからも。一番健康なのに不健康よりは悲しい。そう、これ気をつけてんなら続けるしかないんですよ。その通りなんです。運動は大事。そう、ペヤングのギガマックスとか食べたら本当の意味で死んでしまうのでは。多分その日はなんかうわきっつーとか言いながら人と一緒に食べることは可能だと思うんだけど、翌日死ぬんだと思う多分、体重くて。そう、あでもね、それプラスランニングで速さとかそういうのを計算した上で毎日走って、走るだけで450キロカロリーぐらいを消費するようにしてるの。だから、まあ、約1100として1550は消費させてるはず。そう、やっぱそう、1500食べれるんだったら結構食べてる私の中でね。基本あの朝食べないし、そう昼もそんながっつり食べないし、いつも言ってるけどスープとみたいなパンとぐらいしか食べないから、それで夜それなりに食べてって考えたら合ってるっちゃ合ってると思う1500。うん、え、思わん？私の食生活と運動とカロリー考えてたら合ってるよね。ねえ、ちょっと定期的にまたみんなに報告しよう。ちょっとでも基礎代謝量上がったら報告するわ。そう、頑張ってなんかいい感じのバランスをとっていくわね。寒いとさ、ジョギングとかさやりたくなくなっちゃうと思うけど、運動ね大事だから。まあでもストレッチとかしっかりしないと筋肉硬くなってるからさ、怪我しやすくなると思うので、はい、皆さんがもし外で運動するっていう時はしっかりストレッチしてからやりましょう。うん、てな感じで58分です。私もね、あの冬の時期の公演前のストレッチめっちゃ入念にやってます。なんかみんなでやる音ありのストレッチの前後にもストレッチしたりとかするぐらいには、そう寒くなってきたら入念にやってるので、はい、普段からねそういうの気をつけた方がいいなと思いますね。今日も海外からのコメント多かった、ありがとうございます。インドネシアからもたくさんの方いてくれてありがとう。 Thank you。 あ、すごい、ありがとう。262,830ポイントで25万ポイント達成しました。最後にありがとうございます。寒がりサンタ11位びっくりです。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。レベル1達成。じゃあランキング読みます。
13位翔一さんありがとうございます。12位ナックさんありがとうございます。11位レインボーさんありがとうございます。10位ビンさんありがとうございます。9位トッポギさんありがとうございます。8位マーユーちゃんありがとうございます。7位ハーブのだめさんありがとうございます。6位ヤンさんありがとうございます。5位ワイマツさんありがとうございます。4位小次郎さんありがとうございます。3位ペンスさんありがとうございます。そして2位カモちゃんありがとうございます。そして1位はダッチさんでした。ありがとう、すごい嬉しい、ありがとう。第1弾ゴール達成、嬉しい、やった、ありがとうございます。ありがとう、つなりみんなもお疲れ様。すごいタワーだ、ユーティゼータさんありがとう、ありがとう。おやすみなさい、バイバイ、お疲れ、バイバイ、おやすみ、おやすみ、バイバイ、じゃあねー。